平日の夜、大阪梅田は人であふれかえっていた。その中で混雑を回避して快適に帰ろうとする男が現れた。さあということで、皆さんこんにちは、今武です。今回はですね、こちらの大阪駅の方に来ております。冒頭なんですけど全く関係ございません。ただの演出でございます。今回はですね、帰宅ラッシュを回避でき、なおかつ快適に移動できる特急列車を見つけましたので、本日はそちらに乗車していきたいと思います。ちなみにこの大阪から京都まで今回行くわけなんですけど、その中で別に京都だったらね、新快速使えばいいんじゃないかってね、思う方いらっしゃると思うんですけど、甘いですね、甘い。新快速に乗るとね、高確率、もう 95% の確率でね、立って移動しないといけない。そんなの僕は嫌です。なので本日は奥の方からちょうどやってきました681系、この特急列車にね、乗車して京都まで行きたいと思います。なんだ、ただの特急列車かと思ってる方、違うんですよね。これがもうマク見たらね、特急としか書いてないんですけど、それはご了承ください。この特急列車、サンダーバード号とか黒潮号、木の先号とか、そういう特急列車ではなく、とあるね、特徴を持った特急になります。それが何かと言いますと、こちら通勤特急と書かれています。そう、僕が今回乗るのは通勤特急、京都方面米原行きの楽々琵琶湖号というのに乗っていきたいと思います。新快速とか他のサンダーバード号とかではなく、通勤特急なので平日限定のこの時間1本だけしか走っていないんですよね。大阪駅は新快速を待つ人であふれ返っていますが、今回乗っていく特急列車にはなんと新快速のお客さんが全員いないので、ガラガラなんですよね。なので新快速と比べて確実に座ることもできます。早速19時20分に大阪駅を出発していきます。本日の動画はかなり短い動画となっていますので、そちらはご了承ください。発車した瞬間にですね、缶ビールをプシュッと開ける音が聞こえてきました。本当にね、すごいいい音だと思います。僕は炭酸を飲むことができないので、20歳になってもお酒を飲むことは多分ないでしょう。お酒は飲めないですけど、おにぎりは食べれるということで、通勤ラッシュの中でおにぎりを食べるという行為はね、 NG なんですけれども、これ見てください。なんと芋竹くんは車内の中でおにぎりを食べています。しかもチキンライス味。新快速に乗車すると絶対に食べることができないこのチキンライスですが、特急列車に乗ってしまえばそんなことは気にせずに食べることができます。食べ方汚すぎる。もう真っ暗なのであまり見えませんが、淀川を今渡っています。この淀川を渡るともう新大阪に着きます。地図で見るとだいたいこんな感じ。淀川をね、渡る、電車っていうのは地下鉄もあります。あと阪急もありますね。いろいろな路線がこの淀川を渡って大阪方面、また別の方面と向かいます。列車は新大阪駅に到着。この駅でもですね、新快速を待っているお客さんがたくさんいましたが、この特急列車に乗ってきたのは一人もいませんでした。新大阪駅を発車すると次の停車駅は京都になります。新快速はこの新大阪を出ると途中高槻を挟むのですが、特急列車とは1駅しか停車駅が違いません。なので速さだけを重視した人に関しましては新快速でいいのかなと思うのですが、やはり快適に移動したいですよね。わかります、わかります。見せ方がですね、大変失礼な見せ方になってしまうのですが、この特急列車にはなんと追加料金650円で乗車しております。新快速には追加料金不要で乗ることができるのですが、この特急列車はプラス650円で快適にリクライニングも倒せ、テーブルも使えて快適に移動することができます。先ほど650円と申し上げましたが、この金額はネットで購入した場合の金額になります。今回はいいご予約という予約サイトで予約いたしまして、普通に券売機で指定券を購入すると1290円となりますが、ネットで購入するとその半額で乗ることができます。いいご予約に関しましてはリンクを概要欄に載っけておきます。あのね、鳩サブレみたいな形をしてますけども、ご飯を食べ終わったらですね、こうやってテーブルを片付けまして、そのままゴミ箱へ直行します。ゴミ箱もあるのでかなり便利だと思います。だいたい列車はですね、130キロ近い速度で雪洞駅を通過していきます。
JR 西日本の最高時速というのは130キロで、それギリギリのね速度で走っていくんですよね。なので大阪から京都の所要時間というのもだいたい27分から28分ほどとなっています。こういうね座席の前にあるパンフレットをね僕は読んでね、どういうことを書いてあるのかというのをまず研究します。これはですね、敦賀駅での乗り換えの案内方法についてね書かれていたので、それをね今回は熟読しております。大変ね勉強になったと思います。寝とるがな。さて、列車は人口がだいたい30万人の都市、大都会と言えるんではないでしょうか。高槻駅を通過していきます。この駅もですね、一部の特急列車はるかサンダーバード号が止まります。他にも新快速はもちろん止まります。なのでかなり便利な駅ではないかなって僕的には思います。車内はですね本当に静かで、お酒のプシューっていう音しかね聞こえないんですよね。やはりお仕事終わりのサラリーマンさんたちがいっぱいいて、カキピーなどを食べていました。列車は間もなく大阪府から京都府へと入っていきます。その大阪府から京都府へ入っていく県境がですね、なんとホームの上にある駅というのが存在するんですよね。それが今通過している山崎駅になります。この山崎駅の近くにはですねビールの工場があったり、結構ね有名なところとして知られています。ちょっとねあまりにも快適すぎましてですね、こうやってスマホでゲームを今しております。本当にね楽しいゲームでして、皆さんも一度やってみてください。特急列車に乗るとですね、やはり時間を持て余してしまうことがあるのですが、その時ゲームとかね動画を見たり、自分の時間をね大切にするというのが僕的にはかなりいいと思います。ただいまですね、 JR 西日本ではウェスターポイントキャンペーンと言いまして、ウェスターポイント200ポイントを払うと、なんと200円で特急列車に乗ることができます。なので皆さんもぜひウエスターポイントというのをね貯めてみるのもいかがでしょうか。そのウエスターポイントに関しましても概要欄にリンクを貼り付けておりますので、よろしければそちらもご覧ください。おお、サンダーバード、サンダーバード、おー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 すげえ、早早早早早早。東洋行きは20時5分、10番乗り場へお越しください。新幹線、近鉄線、下鉄線は終わりです。さあ、間もなく大阪駅を出発して約30分で京都駅に着きます。この列車自体はですね、舞原行きとして運転されていまして、舞原駅でもですね実は特急白鷺号名古屋行きというね特急列車に接続しております。しかもね同じホームの向かい側に舞原駅で停車しているということで、なんと大阪駅から名古屋駅まで快適に2本乗り継いで行くことができるんですよね。だから時間はかかってしまうのですが、在来線で名古屋までね快適に移動することもできますので、皆さんぜひこの特急列車、また舞原まで行きまして、白鷺号との乗り継ぎというのも使ってみてください。さあ、ということで京都駅に到着。快適だった車内をもう降りたいと思います。本当にね快適すぎて降りたくない降りたくないって毎回思うのがね僕なんですよね。こんなね快適な車内ね、あと5時間ぐらいは入れました。ちなみにこの京都駅には他にも特急はるか号というね特急列車が出ているのですが、1日数本だけこの京都駅からさらに北へ行くはるか号もございます。今回乗ってきた特急列車をお見送りします。本日はですね、特急らくらく琵琶湖号に大阪から京都駅まで乗車してみましたが、皆さんいかがだったでしょうか。この特急列車、追加料金ネットで取るとわずか650円で乗ることができます。なので通勤ラッシュをね回避して快適に移動されたい方は、ぜひこの特急列車を使ってみてください。ではですね、本日の動画をここら辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。本日は短い動画となって申し訳ございません。また次回の動画でお会いできたらお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。